リスさんありがとう。こんな感じ。ファミありがとう。いいな。京都から広島まで厳しいってねえ、なんかさ、すごいそういろんなところでファミできたらいいなって思ってはいるんですけれどもね、今日は初めてのファンミーティングをやって終わったということでね、そうでも初めてだからこそ絶対行きたいと思って、すごいなんかもう関東とか北海道とかすごい遠くからね、香港とか国を越えて来てくれた方もいて、すごく嬉しいでございます。ありがとうありがとう、本当にね、なんかありがとうすぎて、ありがとう以上の言葉が欲しい感じのありがとうでございますよそう、絶対次行くって、絶対ね、またやりたいし、絶対次もやったら今日以上の楽しいよね、プレゼントしたいって思うなあ、そうそうなの、そうなの、愛してるよって、愛してるよひなも、どうしようなんかみんなのこと愛しすぎてる気がする。うん、大丈夫そう、本当に愛してるよ。うん、全員にメッセージくれて嬉しかった。そう、今回ね、私からのメッセージをこう手書きでね、一個一個全部違う文章をね、一生懸命考えてですね、そう、会場にお越しの皆さんに受付で渡してもらうようにしてもらいまして読んだアイテムもそう、重いよ。あ、香水残ってたよって、本当に、そう、なんかいっぱいついちゃった人とかがね、よく香水が香ってるんじゃないでしょうかはい、残ってたの、みんな、そりゃすごいわ。うん、なんか匂いだから、ね、消えちゃうかもしれないなと思って、そう、あまりね自信なかったけど、残ってる人いたようでよかったでございますちゃんと香っておりますか、マジか、恥ずかしい。うん、そう、結構かけたけど、結構かけたけどシッてやったけど、そう、なかなかね匂いは消えちゃうものなんでね、ちょっと不安だったんですけど、そりゃよかった。そう、何日間したら消え、そう、何日かしたら消えちゃうのでね、あの密封保存しといてください密封保存です。うん、ジップロックに入れとくしか、そう、ジップロックでお願いしますやちゃんの香り付きにしようと思う。うんそう、嬉しかった、ほんとだ、今新幹線で帰りを確認しましたって照れる照れる、そこカードだからこうやってなんか仰いだらね、匂えると思います。でもはい、うん、ワンチャン消えちゃってるのもあるかもしれませんが、それはもう大変申し訳ございません。でもちょっと前までひなさんの香りがついてたと思ってね、逆に大事にしといてください逆に逆に、うん、最高のうちわメッセージカードのうちわに、そう、札幌にて寿司パーティーしようよやりたい、寿司パーティーしてみたい、確かに、うん、めっちゃいいじゃん。おばあちゃん、キノコありがとう、毒キノコだ、毒キノコそう、
ねえ、僕も今カードに鼻をつけたら関西弁にしました。カードに鼻つけるのはやめてよ。はずいはずい。こうやってさ、カードとかで仰げるじゃん。仰いで仰いで。うん。鼻つける。密着面白すぎるでしょ。ちょっと一応笑ってるかも。今日出てくる面白いんだけど、そうごめんな。字が恥ずかしいってこっちが、うん、やめてなほんま。うん、そうそう面白いな。うん、今日はね髪の毛も可愛くしてもらいまして、めっちゃ可愛くないこの髪型、くるりんぱみたいな、ハーフツインだと思います。そうめっちゃ可愛くしてもらって、うん、めっちゃ悩んだんよ。ゆきね、いろんなね髪飾りを持っていたんですよ。悩みすぎてメイクさんにね決めてもらってね、やってもらったの。かわいいかわいい、嬉しい。そうカチューシャもね3種類ぐらい持っていったんやけど1個も使わなかったっていう。そう、おろしだったらカチューシャつけた方がかわいいかなと思って、このねカチューシャをね1、2、3とね持っていき、そうリボンもこのリボンと今ついてるやつと、このデカリボンで悩みデカ超デカリボン持っていき、そうこれはねなんか成人式の時にね自分で作ったリボンなんですよ実は。テータさんめっちゃ可愛い、ありがとう。いい、次は必ず絶対来て。本当に楽しかったんだから今日ね、みんな。そう、あれ絡まって、イヤリングもこれも持ってたし、今日私がすごいね、衣装じゃなかった、間違えた、 STU の衣装じゃなくて私服でっていう風にしたんだけど、でも私服もねちゃんと衣装みたいな感じにしようと思って、これにしたの。結局揺れるイヤリングにしたんですけれども、したのですけれども、こういう長いのも持っていたし。あれ一個なくなってるよ。あ、あった、全く揺れないのを持っていったし。そう今日大事な契約取る仕事あったから申し込みできんかったね。いろいろあったよね、みんな今日もお疲れ様、ほんまに。そう、うんうんうん、じじじーん、あら今日の衣装です。本日の衣装めちゃくちゃ可愛いでしょ、このお洋服さん。キャワワー。リボンがね、前についておりまして。私、リボンがついてるお洋服大好き人間なんですけど。このね、銀色キラキラがね、めっちゃ可愛いの、この、なんだ？もうキラキラみたいな。超キラキラなの、今日。そう。瀬戸魚太郎さん、めっちゃ可愛い、ありがとう。いい。その、超キラキラ。超キラキラ、このウエストがねこうゴムになっています。かわいい、わー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 、キャ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 ーみたいな。もうねこれをね着ちゃったんだよな。ほんとにずっと可愛かったよ、うち。ほんとにねこの衣装とねこのヘアメイクの効果もあってね、多分いつもの150倍ぐらいは可愛かったんじゃないでしょうか。そうプリンセスだ、そう、もうもはやプリンセスみたいな感じでね。そうこのドレスはね一体次いつ着れるんだっていうぐらいの私服では着れないが、だがしかし可愛いからね。そうだからね、そうスタッフさんにこれ自分で用意したなって言われて、そうなんですよって言って、
実は衣装じゃないんですよって。衣装みたいな可愛さですが、そう、これは結婚式のさ、なんかあるじゃん、なんかパーティードレスみたいな感じのかなと思うんですけど、その時に着ようかなって言ったら、花嫁よりも目立つって言われました。ダメかな、キラキラしてて可愛かったって。キラキラだからね、花嫁より目立つことはないと思うけれども。そう、花嫁目立つよって言われましたね。ドレスコードとしてはダメなんでしょうかね、どうなんだろう。めちゃめちゃ可愛いけどどうなんだろう、いつ消えるのか。そう、超可愛いのこれ本当に。うん、うん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 、白じゃなきゃ、オッケーオッケー。本当に、じゃあ着ていけるかな。着ていこう。そう、リボンもね、後ろにリボンにしてね、前はリボンじゃなくも着れたりするんですよ。めっちゃ可愛いのこの服ドレス。キーセロさん可愛い、ありがとう。何着ても花嫁に勝ちそう。みんなから見てひなちゃんは何着てもいい、誰よりも可愛く言えるんでしょね。そう、でもとにかくスーパー可愛いねお洋服をね着て、髪の毛をやってもらってルンルンなったっていうのもあり。そうですね、可愛い姿でね、みんなの前でこうイベントができたっていうのが、まあ、本当に嬉しいでございます。私はボリューム2に期待。ボリューム2もね、なんかもしこういうテーマでみたいなのがあったりしたら、そのテーマに沿ったものとかね、また用意したいと思います。そう、私服でもなんか自分で用意しても OK みたいな感じだったので、次のもすぐやってほしいなーってね。ひなは次のもすぐやりたいって思うぐらい今日が楽しすぎて、もうワク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 とドキ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 ワクワクとドキドキだした。本当にそう、やっぱりピンクが似合うねって。うれぴピンクマンだからね、ちょっと昔から。今日もね、そういえばさっきトレンドに岩田ひながあって嬉しかったよ、みんなありがとう。おすすめのトレンド順に、うん、今日は金子タイム OK だったからね。そのわあ、カメが月の写真をしてくれてるの嬉しいです。今ちょっと検索してみてるんだけど、嬉しいです。はい、ハッシュタグ岩田ひなをねつけてくれてね、投稿してほしいなと思います、ぜひぜひ。うん、そう、スマホですが頑張りましたね。スマホでもすごい素敵な写真を、やっぱその瞬間その時っていうのをね、写真に残せるのはとても素敵なことだと思っているので、私はそう、うん、羨ましかったね。介護席はね少なかったからね。うん、家まであと1時間ちょっと。ありがとうね、遠くから来てくれて。そう、プレミアムが狭きもんすぎた。ね、もっと広きもんに次回はできたらいいな。そうなるとプレミアム感がなくなるか。うん、すごい外がうー言ってますけど、お話し会でしてるゲームしたい、ぜひしましょう。そう、今日はね、あのうーってなってるけど、
今日はね、あのみんなとね、久しぶりに愛してるゲームをやってね、すごいね、楽しかったね。うん、みんながもう一生懸命私に愛してるよって言われてもニヤニヤしないように、もう本当にもうなんかもうみたいなみたいな感じになっててめっちゃ真剣でね、面白かったです。はい、あれに焼けない人すごいねー、すごかったわ本当に。うん、みんなねそう、今回はね、あのゲームして、そのゲームに、ゲームはイントロドンドン、あと歌詞で曲名当てクイズっていうのをやったんですけど、それがあの、それの正解率が高かった人が愛してるゲームに参加できて、しかも上位3位の方はプレゼントももらえちゃうみたいな感じだったんですけど、そう、みんな結構ね、うん、本気でね、そう考えてね、クイズ本気でクイズ考えたりね、本気で愛してるゲームに挑んだりでね、すごい面白かった。うん。そう、イントロが難しかった、新京都だからゲーム全然わからなかったそうだよね、ちょっとまだまだ、そう、新規の方には難しいゲームとなってしまったんですけれども、そう、ぜひぜひSTU のことを知っていただいて今後またねやるかもしれないからね、そうそう、みんなで一生懸命考えてる姿を見て、そう、かわいいなぁと、愛おしい、ほんと柏田クイズはひなちゃんさら難しい、ひなも全然わからなかった、最後の問題しかわからんかった、僕はこの身を眺めてるの歌詞ぐらいしかわからんかった、ともにめちゃくちゃ難しいねえ、うん、歌詞は余裕でわかりました、すごいな、うん、今歌詞ですごい苦手、うん瀬戸内の声悔しい、普段聞いてるのにわかるはーってなるよ、言われたらそうだそう、全何問だったっけな、7問6問7問か6問 どっちか7問だったな、イントロドンが4問で歌詞が3問だったな、うん、いっぱいの水分かった、自分すごいってことね、意外と勘で分かったりね、みんなしてるんじゃないかなうん、めちゃめちゃいいね、めちゃ難しかったね問題クイズね、うんうん、そう、でもすごい楽しかったね、うんまたやるときは、次やるときは岩田ひなちゃんクイズとかにして、岩田ひなちゃんは生年月日は何でしょうみたいなそうニュースとかやりたいなと思います、うんうんうん、ね、ぜひぜひ皆さん STU のね曲歌詞素敵なものが多いのでいっぱい聴いて覚えていってください、はい、そうそう、新規の皆様にもね聴いてほしい曲いっぱいありますから、
今日お気にぜひぜひ。次は料理対決しようよ、あり料理対決ありね。そう、個人的には次はね、料理教室か料理するの好きだからね。そう、ひなのファンの人もね、なんか意外と料理するの好きっていう方とかも多めなので、多分よく聞くんだよ、ひなちゃんがなんか料理これしてたの作ったとか、なんか結構よく聞くの。そう、この間なんか前イモステレビのひなちゃんの料理対決すごい美味しそうだったみたいな。そう、結構料理好きそうな感じの人多いのでしたい。うん、食べる専門の人もいたけど、まあね、食べる専門でもね、ひなさんの料理を振る舞うっていうのをやりたいからねそう、本当はね今日ね、あのメッセージカードにしたんだけど、みんなに一緒にこう配るやつ、なんか手作りクッキーとかをプレゼントするのも悩んでたのそう、でも手作りに怖いかなーと思ってやめといたそう、悩んだんやけどね、うんうん、そう次回ね、またお料理系のことがもしできたらね、手作りクッキーを渡したいと思いますのでまた次回のファミをもお越しください皆さん。はーい、うんうん、そう、食べたい？みんな、え、そんなに食べたいの？みんな焼いてるから大丈夫、確かに怖いかなと思って、いきなりこんなものを、いきなり岩田ひなちゃんの手作りクッキーを出されたらちょっと怖いかなと思ったけど、みんなそんな食べたいんだったら、じゃあ次回はね次回のファミは手作りクッキーを全員プレゼントにしますね。うん、うんうん、めっちゃ食べたがるじゃん、いいよそう、クッキーはね意外とそう作ったことあるしね、あれもなんかみんなあれじゃん、結構なんて新幹線で来たりとかしないといけなかったりする人でも、こう冷凍しておかないといけないこともないし、渡しやすいなと思って、そうクッキー、うん、ね、保存もね意外としっかりするじゃんクッキーってそうね、次回こそ、そう、それかあのみんなにメイド喫茶、岩田ひなメイド喫茶をやってみんなにケチャップでお絵かきするイベントをやりたい。うん、残さず食べます、かけらも残さないように食べてくださいね、万が一お腹壊しても黙ってます、うん、黙っといてやばい変なもの入れないよ、大丈夫、そう安心してそう、レイドキス最高、土日に開催とかあったらいいなーって、本当に日のメイドさんやってみたいんよ、なんかどの職業をやってみたいかって聞かれた時にメイド喫茶やりたいっていうぐらいやりたいそう、どうしてもやりたいな私憧れの、そう職業なので私メイド喫茶さんそう入りからきちんとする私、お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様こちらの席どうぞってやりたいな私そう、でも制服も着たい、そう制服、メイド服もやりたくて、そう、うんうんうん、ね、もう
猫耳メイドを希望します。プラスアルファを期待されてる、本当にメイド喫茶やりたいと思ってる。もう何としてでも。そう、あれやりたい。チェキ特典みたいなやつもやりたいし、ねえ、そう、本当に今日のファンミーティングもすごい自由だったしさ、なんか自由にファンの人とこうコミュニケーションができるっていいなぁと思って、そうジョイじゃんって思ったんだよね。そう、考えるのね結構大変だったもん。ファンミで何がしたいですか岩田さんみたいな、なんだろうみたいな。何が一番こうみんなに喜んでもらえるし、こうみんなのさ一生の記憶に残らせるようなファンミをやった最初にしたいと思ったかなさ。そう、橋くんラブレターありがとう。そうそうなの、できること多いと悩む。そうなの、できることいっぱいあるなぁと思ったら、何どうしようと思って一生懸命ね、頭絞って頭の中にあるこういろんなイベントなんていうんだ、企画をね絞りに絞ってね考えましたのでね。そうすごいね楽しかったね。でもなんか本当にもう忘れられない日だね。忘れられない日になりました私はもう。今日が本当に初イベントがファミは距離近くて贅沢すぎました。初イベントファミなのもすごい嬉しいよね本当に。もうこれからぜひぜひどんどん沼っていってね、やつのファミは全参加っていうぐらいのね勢いで待っておりますよ。今日の日なつは目に焼き付けましたって、だったそう。今日ね本当にめちゃめちゃ考えたからね、もうそうみんながすごいさっきツイッターとか見てて楽しかったって言ってくれたり、今日の今のねこのコメントでもいっぱい楽しかったって言ってくれて本当に良かった。全参加したい、おいで、全部楽しいイベントにしようって、なんかそうなんか一回やったらなんかもう振り切れちゃうというか、なんかこう経験がないことをするってなるとちょっとドキドキしたりするじゃないですか。でもなんかもう今日一回やったからなんか振り切っちゃって、もうそうもうやりたいみたいな、いろんなことやりたい、今そういう気持ちなんでね、ぜひぜひ会いに来てください皆さん。そうだよ、そうそんなねめちゃめちゃガチガチってわけじゃなかったんですけど、佐竹さんもね MC でいつもねラジオのチルメンパーティーでこうトークしたり、なんかシティの重大発表の時にねこうやってくださったりしてる方がね今日は MC をやってくださってたから、おうそう安心したし。鍵穴可愛かった。そう鍵穴はね大緊張してたの、ほんともうなんかもう大緊張してた鍵穴の。鍵穴緊張しすぎてた。めちゃめちゃ噛んでたからね。そう今までないぐらい噛んでた気がする。大緊張してた。そうでもほんとみんなのお顔と声と見たら見て聞いたらこうなんか幸せにしたいこの人たちよみたいな気持ちになる。緊張がこう飛んで、あ今日もうここにいるみんなは私は幸せにしちゃうんだみたいな気持ちになりました。
そう、本当にね、安心感のある顔してるみんなやっぱ結構わーみたいな、ひなちゃんだーみたいな風に迎えてくれてたからさ、あー安心あったけってなるんだよね。そうそう、あったかいですよ本当、皆さんの愛というものはね、激あったかい、うん、優しいからね、みんな今日はよく寝れるわ多分今日は見に来てくれたみんなはね、もうひなちゃんに夢が出て、うん、夢にひなちゃんが出てくるのでね、覚悟しといてください。うん、こちらもひなちゃんいて安心、嬉しい、そう言ってくれて、うん、久しぶりに話したのもよかったね。なんかこうお見送りは結構お話し会みたいな感じでね、会話できたんだけどすごいみんながそう楽しかったよーみたいな、そう初めて来たけどすごい楽しかったよーみたいな感じだったりとか、そう久しぶりに会えて嬉しいよーみたいな感じとかすごい嬉しい。うん、今お話し会があのシングルがね発売されてないというか、なんだシングルのイベントがないから、そう結構久しぶりにみんなと話せた気がして嬉しいでございます。うん、うん、会って話せるの最高ね。アクリル板がなかった、うん、なかったし、こう結構みんなのニコニコ笑顔を一人一人近くでね見ながら話すの私すごい大好きなので、うん、近すぎてめっちゃ緊張した確かに近いとねドキドキするね。うん、うん、ねえコロナ禍前に戻りつつある。そうだね、うん、もうないと言っても過言ではないそう、お見送りもそうすごい幸せですね、うん、お見送りっていいな、うん、あんなじっくりお見送りはこう16人とかだったら人数多いからできないからこそね、このファミだからこそね、お一人一人の方に来てくれてありがとうの気持ちを超えてね、お見送りできるのはすごい嬉しかったでございます。うん、うん、生のやつはやっぱり小さかった、やつ小さかったかな、今日結構心臓持ってたんだけど、おかしいな今日結構こんぐらい持ってたよ心臓私いつもののひなちゃんのこんぐらいは大きかったと思うんだけど、結構持ってたよ私今日。うん、そう結構持ってたよ、なんかなんか半身の写真結構持ってたんだけどもおかしいな、あった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 、ほらほらほらこんなに持ってたよ私今日こんなに持ってたけど、おえー、そっかちっちゃかったか、おかしいなだいぶ盛りだいぶ持ったけどな、うーん育ったのかってみんなちっちゃいと思ってたの、ひなのこと何よ何よ何やつ、うん、大盛りって言うのはやめなさい大盛りってなんかご飯みたいな、そんな、そう楽しそう、次回行きたい、めっちゃ楽しいよ本当にね、みんなめっちゃ楽しかったよね、なんかなんか全部楽しかったから何が楽しいとかじゃないねなんかそう、うん、釣りそう、釣らないよ大丈夫で、慣れてるからねヒールで盛るのはねそう次こそ通所取りたいね、通所全員と取りたいな、次は
とか思ったりとか思ったりね。でもみんなの通称の写真見たらひなそんなちっちゃくないはずなんだけど、ちょっと岩田ひなでなんか誰か通称あげてる人いないかあ、そう、今回ね衣装も展示したの、ちょっとファンの人のねツイッターを借りて申し訳ないんですけど、このフラワーのね衣装を展示させていただきましてね。そう、展示のメッセージも読んでくれたかしら。うん、いっぱいあげてくれてるね、ありがとうね。素敵なお写真もいっぱい本当にね、保存してね、なんかどれかインスタとかに使うかもだけど許してね。うん、あ、やっぱり身長差そんなにないよみんなといつもより。うん、ある人もいるけどこんな感じの人もいるけど、うんそりゃね、うん、人それぞれだから。そう、身長高い人もいるよこの世界にはさ。うんうんね、いつもよりはそう、いつもよりはだいぶマシ。うん、通所撮るときとかはね結構私高いヒール履いてないときも背伸びしたりしてね、あの距離を合わせてますよはい、そう、うんうん、実はね、お迎え忘れられて寂しくて歩いてるから配信こがる大丈夫、こんな夜中に可愛い子が寂しくて歩いてるの大事、心配だよひなちゃん。もうちゃんとお迎えの人にね電話しながら歩いて、うん、そう、みんな帰ってる大丈夫、気をつけて帰ってね。うん、ひなちゃんちょうどいいサイズ感と思っています。え、嬉しい小動物みたいなサイズ感だけどね、ごめんけどもう身長は伸びん、うん、移動中なの気をつけてね。うん、帰るまでが遠足ですよ明日新幹線で帰ります。明日帰るんだ、うん、明日北海道に帰ります。明日帰るんだね、明日も帰るまでが新幹線じゃん、帰るまでが新幹線じゃん、帰るまでがね、はい、遠足なのでね、そう、家に着くまでが半身ですからね。うん、お迎え来てくれる人がいないので車をぶっ飛ばして帰ってる力強いね、ほんと気をつけてください。高速バスで帰る、ね、気をつけてね、バス。ひなもねバスでもねめっちゃ寝る人だからね、全然夜行バスとか使えるんだよねそう、いや車の中とかバスめっちゃ寝れるの、なんか新幹線よりも寝れるかも、なんなら、うん、めっちゃ寝れちゃうんだよね私。そう、うん、なんか揺れが心地いい、車とかバクスって、そう、なんかこう赤ちゃんの気持ちですごい寝れますね。うん、バスで寝るコツってある、もうとにかくイヤホンして、なんか自分が好きなドラマかなんか音楽か YouTube か聞きながら目をつむる、そう、そしてこう揺れるもう寝ますね、あっという間に。うん、かっこいいが出たから、喉が、そう、うんうんうん、ね、心地いい、本当に横揺れ心地いい、確かに横揺れなのか縦揺れじゃないか、確かにこんな感じあるうん、
運転中寝そうになることなら危ない。絶対に寝れな。命のためにね、みんなはね、150年後も生きてほしいからね。そう、ガタゴトガタゴトシェア。そんな感じなんです。縦乗りではない。いや。寝れんな。175歳になっちゃう。いいんだよ。175歳でもね。いや、でも愛してるよ。そう。みんなが健康に長く生きる。それを祈っておりますんでね。やつの声がこれあたり聞こえるって。嘘。今日結構テンション高くなってて喋ってるのに。やばいじゃん。いつものひなちゃんもう子守唄じゃん。機械の体になるか。そう、でもみんなとほんとずっと一緒にいたいなと思うよ。みんなどう思ってるか知らないけどさ、みんなひなちゃんに飽きて他の誰かに行くかもしれないけどさ。急のメンヘラ。でもね、ひなちゃんはみんなとずっと一緒にいたいと思ってるよ。ASMR なの分かる。ASMR 配信してないよ。そう、行かない？行かないでね。絶対にダメだよ。今日のこのさ、髪の長さのこの巻き具合がすごい可愛すぎて、そう、覚えたい。ひなもできるようになりたい。なみなみウィン。なみなみウィン。覚えとこう。なみなみウィンね。自分でもできるようになりたい。この、あ、でもうちのやつも、いや、うちのやつはいないか。全部外とか。なみなみウィンね。ウキウキ。この巻き髪私もやってみたいね。やりたいよね、これ。かわいい、この巻き。ここは多分できない。これは一人じゃできないかな。この、くるりんぱみたいなやつ。私の不器用さで言うとできないかな。そう。なみなみウィンはできるようになりたいと思います。やめだい天才だって。嬉しい。そう。さっきちょっとだけカメコさんの写真見てたけど。めっちゃ髪の毛かわいいと思って、やっぱり。そう。めっちゃかわいい。私すっごい笑ってるけど。あ、めっちゃ髪の毛かわいくね。髪の毛かわよ。髪の毛かわよ。大優勝だね。大優勝だわ。全国のサーファーが通るぐらいの波の波波波、この波に乗ってサーフィンするかい。すごく可愛いですね。え、やっぱね、すごく可愛いですよ、これは。この髪型にしてよかった。じっくり気を整えていくね。ね、明日とか別に明後日とかになっても別にいいですし、いつでも。皆さんはね、いい写真。こういっぱい撮ったらさ、まあ、どれがいい写真かわかんないよーっていう状態だったりね。今日はもう近いだよーだったりすると思うのでね。全然後からでも上げてくれたらね、いつでも見てるので。はい。さあのさ、カメコさんの写真も結構いっぱい保存してて、インスタに上げなきゃ、と思ってるんだけど、
すごいインスタに上げなきゃと思ってるんだけど、いい写真がいっぱいありすぎて、ちょっと私10枚しか載せられないのに、こんなにいい写真がいっぱい、もうどうしようどうしようって感じなので、少々お待ちください。毎日増えるんだよね、壁子さんの写真ね。そう、どうしようどうしようです。うん、本当に、うん、あれ見るとカメラ欲しくなるね。え、亀子さんの写真良すぎてね、自分も撮りたいってなるよね。うん、大福の髪型本当に可愛くて、お姫様です。今日はお姫様、みんなのプリンセスだと思って準備しました。そう、うん、カメラ伸長しましたって、すごっ。この日のために驚きが隠せない。カメラね、安いものじゃないからさ。そう、うん、iPhone で撮ったものも、もちろん今のさ iPhone はすごい高画質でね、撮れるからいいんだけどね。愛してあげようで買った人いるんだよ、これが。もう全く、私に愛してるよって言われても全くニヤつかなかった人がいるんだよ。怖いよね。逆に。怖くない。ファミティがありがとう、愛してるよ、耐えられませんでした。耐えられないよね、普通。うん、怖いよ。耐えてた人やばいよ、我慢できる人やばい。そういうゲームなのに。そう、やばい、熱くなってきた、ごめん、ちょっとクーラーつけてもいい？私の熱い、あ、ちょっと待って、危ない。私が今ズボンをさ、ボタンをさ、外したのに、さっきご飯食べながらさ、危な、普通に立つとこだったよ。よいしょ、硬いな。これ何のものがあるの？あ、なるほどね、絡まってたわ、絡まってた、絡まってた。よいしょ、OK。しばらないは面白すぎるから、よし、 OK。 暑いよー、やっぱね、ちょっと最近涼しくなってきたけど、夜まだ暑いは無理だ。今日はね、ジーパンでございます。近いでしょ、穴開き、穴開いてんだぜって、おしゃれだー。よいしょ、温暖化のためにもね、あんまり使いたくありませんが、ちょっと話してたら興奮して熱くなってきちゃった。セーフちょっとずつ変えてくるのずるい。そう、アイスティブゲームもね、ちゃんとちょっとずつ、やっぱ見てる人もね、あの面白みがあるように変えたけど、そう、意外とみんなひなちゃん体勢がついてるな。うん、グッズを回らなくてもひなちゃんの愛を受け止めて笑顔になるのが正解のような気がする。確かに今日はいっぱいね、グッズをもらえてないみんなにはいっぱい愛をね、もうオルラーってあげたと思ってるのでそう、超豪速球の愛のね、卵オルラーって一人ずつあげたと思ってるのに、うん、ずっとニヤニヤして見てましたね。え、みんなニコニコ楽しそうで本当に良かったでございます。名前入れてくるのはダメよ。名前も入れたりしてね。
そう、やつの愛無限、本当にね、みんなへの、みんなに対する愛無限すぎて、なんか自分が怖いもんね。なんかみんなになんかこれやってって言われたらやっちゃうと思うもんだって、なんでもやっちゃうと思う。うん、怖いからね、止めてって感じだから、この愛。うん、ひなちゃんのこのみんなへの愛止めてほしいよ、本当に。うん、そう、止まらないよ、管理してって感じ。みんなひなちゃんの愛管理して。管理してくれる。うんうんうん、結婚して、結婚してはちょっとみんなに一気に言われると、さすがにひなちゃんもそんな50股みたいな、100股みたいなでできないんだけど、なんかね、できることなら何でもやっちゃうよって、本当に止められないよって。うん。そう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 、法律変えたらね、そう、別にね、何股しても OK ってなったら全然あの結婚するよってぐらいの愛はある。うん。ちのだってひなちゃん、そう、それは別に不倫じゃないし、うん。本気だし、うん。でも、あなたが、あの、婚約したあなたが浮気をしたら、それ不倫になりますので、あの、しっかりとね、法で会いましょうって感じなんですけど。はい。理不尽。理不尽の世界。ズッキーさん、結婚したありがとう。結婚。うん、そう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 、逆はアウト。うん。当たり前じゃん。逆はオッケーはないからね。うん、理不尽でも結婚できるならいいか。平和が。うん、ひなちゃんがルール。そうです、ひなちゃんがルール。うんうんうん、ねえ、愛が重すぎて怖いかも。そうだよ、怖いよ。だって絶対ひな毎日あの LINE したいよ。したい。面白すぎ。毎日 LINE したいし、そう、なんかひなね、なんかこう好きすぎみたいな時と、なんか好きすぎて避けちゃうみたいな時とかもあると、もうめんどくさいタイプだし、なんなみたいな。そう、うんうん、そうね、うんうん、うんうん、乙女心難しい。そうだから、皆さんの心難しいだから、うん、結婚はおすすめしないけど。そう、でもおしめにはね、とってもいいと思います、私は。うん、こんなに愛が強いおしめはなかなかいないよ。うん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 、やつは美女優勝してる、ありがとう。ラブ。うんうん、いや、すっごいなんかいい友達とかにそうなっちゃうんだよね。なんか好きすぎて、なんかこれ以上好きになりたくなくて避けちゃうみたいな。なんかいい友達にしちゃうんだよね、よく。そう、メンバーとか、なんかそのクラスで唯一仲が良かった子とかにしちゃってたの、それひな。面白いね。なんで、なんかもう好きすぎて、ね、これ以上好きになったらダメだみたいな、自分から避けるみたいな。そう、うん、そう、これね、よくメンバーとかね、
親友の子にね、してたね、私。うん、この気持ち分かる人いないかも。うん、もうこれ以上好きになっちゃダメだ。避けなきゃ。好き避け、そう、好き避け、避け、好き避け。そう、その日の友達でも嫉妬しちゃうの、なんか。だからそうなったら嫉妬。友達がさ、別のその子の友達話してるの見て嫉妬しちゃう感情が生まれたら好き避けしちゃうの。あ、ダメだみたいな、これ以上私好きになったらこの子の迷惑がいたらみたいな。マジで学校、そう、クラスメートのね、その女の子にやってた、それ。私そう、なんか嫉妬しちゃうって、なんかもうダメだみたいな。これ以上好きになったらダメだみたいな、一旦距離を置かなきゃ。うん、うん、そう、そうなの。だからミーヒンとそのミチュが話してたりしてたら、え、何みたいな。しかもどっちにも、どっちも好きだから、もうミーヒンもミチュもどっちも好きだから、え、何みたいな、うん、みたいな。なるから、話さないよ、私は。うん。ってなる。こういうの好きになったら困るから、私もう話さない。って気持ちになる。そう。うん、うん。超めんどくさいんだと思うんだから、私これ。ほんとに。うん。よくないよね。愛が重すぎるって。よくないよ。のめり込みすぎは良くないよ。何に対してでも、友達に対してでもね、ファンの人に対してもね、メンバーに対してもね。そう、怖いよね。全然のめり込んでますが、何か。でも他にも飲み込む相手がいるじゃないですか。うん。今他というものがないというか、うん。I love you という感じだからね、本当にみんなのことは。うん。うんうん。そう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 。そう。ひなちゃんが静かになった言うち、そう、ひなちゃんが静かな時は、大抵、その、好き避けしてるの、私は。好き避け？どっちだ？好き避け？好き避け？どっちだ？どっちかしてるね。うん。そう、嫌いになったとかじゃないし、好きだけど、避けちゃう。かな、うん。うん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 、そう。でもみんなのことすごい好きだけど、こうみんな、まあ、いっぱいいてくれてるから、みんなを幸せにしたいと思ったら、避ける時間もったいないかなと思って、好き避けしないかも。って今思った。うん、そう、なんか自分がこのアイドル活動で悩んでる時とかは、なんか悩んでる姿を見せたくなくて避けちゃう時はあるかも。うん、けど好きすぎて避けちゃうはないかもって今思った。うん、うんうん、お疲れ様です。お疲れ様です。うん。甘いの団体会。ね、みんなもそう言ってくれるし。いい関係。ね、私たちいい関係だよね、ほんと。そう。あしょけんさんですか？いらっしゃいませ。よかったら、あら、してねー。
そう。なんかでもみんなはさ、よくなんか悩んでる時こそなんか頼ってほしいって言ってくれるけど、でもそのひながね、悩んでる時にこう誰かに頼れるような性格をしていなくてなんか悩んでる姿見せたくないなっていうのもあるし、なんかそう心配させたくないなっていうのもあるし、なんかこう自分が解決しないとみたいな気持ちもあるし、そうだからあんまりねみんなに言えないんだけど、そうでもそれは愛がゆえに言えないって感じだから、うん、避けてはないけどなんかそう愛がゆえに言えないって感じ、本当に、うん、愛してるからこそね、あの弱いとこ見せたくないなって思うんだよねそう、でも絶対これはみんなに言いたいみたいな、これだけは言っときたいみたいなことがある時は言うけど、うん、そう、でもね、うん、みんなには笑顔でいてほしいなっていう思いの方が強いねそう、いや、ごとを言ってて、みんなには笑顔で幸せでいてほしいなみたいな気持ちの方が強いね、うん、めっちゃ気持ちわかる。なんかね、ひなと同じ性格の人もね、いっぱいいると思う、マジで。そう、なんか大切な人に相談したらいいみたいに言うけど、そう、大切な人も悲しませたくないみたいな。この自分の悩みを話して。そう。ね。後からでいいか、実は悩んでたって教えてほしい。いや、そうなの、本当に。後からだとね、言えるからね、割と。そう。だから後からでもいいから言うのがいい。大事だよね、みんなからするとね。心配だよ、ひなちゃん。大丈夫かなってなるもんね。そう。なんていい子なの。いや、みんな本当に大切に思ってるからね。そう、みんなには笑顔で過ごしてほしいんだ、毎日よ。うん、カラフルで笑顔いっぱいで過ごしてほしいんだ。そう、でも本当に今日はね、本当カラフルな世界だったな目に見える世界がカラフルだったし、すごいなんかあったかい世界だったな、うん、幸せな世界だなと思いました。なんか悩みとかないもんね今はっきり言うけど、今悩みとかないね、うん、うんうんうん、そうね、ちょっとあるけど、ちょっとあるけどあるあるんかーい、あるんかーい、うん、なんかそう、でもそれはなんか、うーん、なんだろうな、うーん、うん、なんかでも、うん、今日が幸せだったからいいなと思えると、というかそう、うんうん、今日は特にずっと平和空間だったね、本当に平和な空間で、すごいみんながニコニコしてるのにって本当に幸せな気持ちになった。もうこんなに誰かの笑顔を見て幸せな気持ちになる人生はない、うん、ないよ。ありがてえ、みんなの笑顔ありがてえと思って、本当に幸せでしたな。うん。ねえ、もうひなのこと
お好きな人しかいない空間って最高だよね。うん、なんか幸せだもんね。うん、そう、本当幸せだったんだよね。うん、悩みを超えてるのよかった。本当悩みを超えてるよ。ひとっ飛び超えちゃってるよ。そう、うんうん、ね、なんかみんなが笑顔でいてくれるならそれでいいなって思うね。うん、いや本当にファンクラブ楽しかったですよ。ファンクラブ、ファンクラブというかファンミーティングですけど、楽しかったですよ。皆さんありがとう、遠くから来てくれて。うん、近くの人もありがとう。ねえ、うん、なんかひなちゃんのファンの人は割と広島じゃなくて大阪とか東京とからへんとからへんに住んでる人とか結構多くて、そう、なんかインスタのさ、こうフォローしてくれてる人の住んでるところ情報みたいなのが見えるんだけど、本当に一番がなぜか大阪なの。うん、びっくりだよね。大阪だってそう、その東京が2番だってすれば結構ね、遠くから来てくれてる人もいっぱいいたから、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう感じなんですよね。うん、うんうん、そうなんだよ、実はね。そう、うんうん、だから次はね、関東もそうですし、関西もそうですね、九州の方もね、行きたいなとか思っております。そう、うんうん、関東が多いイメージが、関西もいないからね、意外とそうなの、関西の方も多くて、うん、会いに行きたいよ、ひなもん。ねえ、その時もまた会いに来てくださいね、今日来てくれた皆さん。そう、今日来れなかった皆さんも、そこならいけるみたいな、その日はいけるみたいなことあれば、ぜひぜひ会いに来てください。うん、関東、関西、九州行きますよ、必ずや。うんうんうん、あ、ヨガとやっと迎えに来てもらいます。クレビヒナちゃんが輝いて歩く、明るく歩く。やつ発光ライトをしてたか、よかった。どこへでも飛んでいくよ、うれしい。冬の北海道で頑張る。北海道まで行けるかな、頑張るね。うん、有給ね、有給取ったね、ぜひまた来てください。どこでも駆けつけるよ、涙、涙流しちゃう。本当に愛、愛してます、本当に愛してるよっていう感じで。そう、本当に楽しすぎて、なんかもうね、あっという間だったな。うん、そう、なんかみんなとだったらいつまでも楽しいんだろうなと思った。うん、やちゃんじゃないとここまで思わない、そこまで思わされるひなちゃんで、これからもアレルギーを頑張りますよ。うん、ひなちゃんとどこでも行きます、ありがとうね。うん、そう、あとファーミンもね、いつ
開催されるかとかいつ発表されるか分かりませんがね、今月も私の岩田ひなファンクラブはね、たくさんたくさんたくさん稼働していきたいと思っておりまして、そう、昨日ちょっとツイッターにシェアメッセージした糸島 Vlog のね動画もね、そう昨日できたんですよ、なんと。なので前編だけですがとりあえず前編は明後日公開にしますね。明日はちょっと配信があったりお仕事がちょっと結構バタバタしてるので、明後日ね投稿したり Vlog の動画も投稿もそうなんですけど、写真とか今日のイベントのこととかもさっきねブログで更新してるのでね、まだ見てない人はぜひぜひブログ見てくださいそう、お写真とかもねもうちょっと増やせたらいいなと思っておりますし、そう、あとなんだね、まあとにかくブログ写真動画それらはねたくさん更新できるようにそう頑張りますのでね、まだ入ってない方はねぜひぜひね、今後イベントもファンミーティングみたいなあるかもしれないので、詳しくは私のウェルカムコメントこっちかな、ご覧になってください。はい、ウェルカムコメントかな、ファンクラブにリンクが貼っておりますぜひぜひえ、写真のダウンロードできたらなって、写真のダウンロードできてる方がいいのかな、すごい悩んだんだけどさ、なんかまあヒューさんのファンの人にそんな人はいないと思うが、なんかその本当に今その会員限定にしてるけど保存ができるようになったら会員じゃないところにも出回ってしまうのではないかと思って、ダウンロードを OK にしてないんですよ私許すマジと思ってそう、難しい問題なんですけど、ね、そうなの、その設定がねちょっと怖いからねやってないんだけど、そうなんかわかんないじゃん、もうこれブログのブログじゃないファンクラブの写真じゃないかと思ってたみたいなわかんないけどあるかもしれないしなーと思って、そう一応ね写真を保存できないようにしておりますか、そうもう本当にその会員様限定って感じを出して言うと思って、はい、来ると嬉しいでございます。うんスクショして、もうスクショして載せとる人はもう通報するよそう、スクショやんみたいな、どっからどう見てもファンクラブのスクショやんみたいな人はもうおこです。うん、通報とかできないかもしれないですけど本当におこですそう、どっからどう見てもファンクラブのスクショやんうん、悪意がなくても転送してしまうそう可能性があるのでね、一応今のところダウンロードはなしとなっておりますということで、そう本当に限定だぞーって思って、そうファンクラブ見てくれると嬉しいですね、何回もね何回も開いて何回もその時の写真見てねニコニコしてくれたら嬉しいなと思いますしね。
そうですよ。うん。そうなんで。ファンクラブぜひぜひ。まだね、入ってない方はね、今日から会員さんになってみませんか。なってみませんか。楽しませる自信は100億万あるので。ぜひぜひですよ。何回も開いた瞬間のトップページが欲しいて嬉しい。そう、サイト行くためにね、ニヤニヤしながらね、みんなには見てほしいのでね。そう、Vlog 本当に好きなんだ、ひなちゃんの。嬉しい。今回はね、ちょっと編集にこだわってね、ちょっと凝ったんでね、そこもね、注目してみてくれると嬉しいなと思いますね。まあ結構毎回凝ってるんですけどね。手は抜かずに。はい。なんかもう YouTuber なれるんじゃないかなって最近思いますね。YouTuber なれとるとかじゃなくて、でもほんとそんぐらい、頑張ってるの、編集さん。YouTuber なれるんじゃないかなって、最近思ってますよって。自分の動画に自信あり。うん。そう、ルーティン動画出したいと思ってて、さすがに9月中に出しますね。モーニングルーティンか、ナイトルーティンか、どちらかを。9月中にさすがに出しますよ。うん。うんうん。そう。今のとこ、糸島の Vlog の前編後編と、ツアーの時のなんか動画とあとそのナイトルーティンかモーニングルーティンかわからない動画は今月は投稿されると思っててくれると嬉しいでございます。はい。うん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 。寝言は言わないんだよね私。うーんぐらいの感じで言わないから。寝言取れてないな。ポケモンスリープやってるんだけど名前いいし。うんそう、あと9月限定の音声の投稿もね、早めに今月はできたらいいなと思ってるので、そちらもお楽しみにしててください。何がいい？モーニングコールにしたか、おやすみコールにしようかと思ってるけど、おやすみコールでいいかさ。皆さん、今月の限定の音声動画。おやすみ希望。じゃ、覚醒しちゃ、ちゃんと寝れるようにね。寝れる萌え萌えゼリフをね、撮りたいなと思っております。はい、電話でちゃんとかけるんでね。うんうん。おやすみコールを今月限定で聞かせるので、皆さんにそちらもお楽しみに。はい、ということで、そろそろスペシャルギフトじゃなかった。ランキングを読んでいきますよ。うん。あっという間に時間が経ってしまいましたなと。10歳、かやんのごさん、今日は、社畜なので今度こそ、社畜お疲れ。また待ってるね。イベント、ボリューム2にぜひ来てください。ふふ。次にステラさん。ステラさんのことが好きなさーん。ありがとう。ジュジー。ん？ジュジーじゃないか。あ、ランキング変わったのか、これ。どうぞ。ジュさん、ゆうきさん。ゆうきさんのことが好きなさーん。で、次にたやのごさんで、ジュジー、ステラさんで、10位、はなちゃん。愛してるそう。じゅーん。
旧横綱さん、横綱さんのことが好きなさん、8位おばちゃん、ひなちゃんからの愛してるわにゃ、回避不可避そう、ちゃんとね一人ずつではないけど会場にお越しの皆さんにね、もう渾身の愛してるをプレゼントしたのでね、忘れずその声を、言葉を忘れず胸に秘めてください。はい、これからも七重瀬戸京太郎さん、半身傾向と対策本読んで勉強しますそうですね、皆さん半身こういう感じだなっていう風にね思ってくれると嬉しいです。はい、全然違うことするかもしれないけど、ぜひ半身それはある、全然ある。うん、6位アッキーセブンさん、アッキーセブンさんのことが好きなさん。5位ドリーンさん、ファンミと、あ、ファンミとにかく楽しすぎた、愛してるよ、愛してるよそう、楽しかった、本当にいいのもありがとう。4位ハンスさん、今日最高だった、次も絶対行くって、うわー約束だよー、待ってるねーでもめっちゃ楽しかったよ、うん、本当にね、ありがとうね。続いて3位たまきさん、愛してるにリアクションしたかった、愛が溢れたじゃあ次回のね、いつなるか分かりませんが、お話し会でぜひリアクションお待ちしてます2位ザッキーさん、耐えた愛する感情も心の中ではノックアウトぐわってなってたんだねよく耐えました。続いて1位がトロロババーン、データの坂道グループ行こうきれいさんです。レポ見て哀愁ゲームめっちゃしたいってそう、ぜひぜひお話し会とかでね言いに来てください対決しましょう。はい、ということでね、本日は本当に初めてのファンミーティングだった、なんか初めての感じせんかったもんね、なんかそう途中から楽しすぎて、そう今後ねめちゃめちゃ楽しいね、なんかこうファンミーティングをね開いていけれるようにね、そう今度はクッキープレゼントしようと思うし、みんなにキレイちゃんお手作りクッキー欲しがってるから、みんながそう、なんかまたいろいろみんなが喜んでくれるようなことをこう頭のすごくすごく使っていない今までの脳みそまで使って考えてね楽しませるのでね、またぜひ会いに来てください。はい、今回来れなかった皆さんはね本当にお待ちしておりますからね、うん、あ、無事帰宅した、お疲れ様でした、本当にこんな夜遅くまでね、ありがとうね、会いに来てくれてそう、よく頑張ったね、今日一日お疲れ様でした、みんなも本当に楽しかった、もう楽しすぎて余韻で寝れないかもしれないぐらいの楽しさだった、本当にありがとう、みんなまた会える日を楽しみにしておりますみんなに、そう今日一日本当にそうだった、もう愛してよって感じ、うんはい、余韻も冷めやらぬ中合ってる、皆さん今日も一日おつぴょんでした。おやすみなさーい。また、ね、すごい本当に。会いに来てくれてありがとうね。また、ボリューム2でもお会いしましょう。今日会えてない皆さんもね、今日も一日おつぴょんでした。絶対、次回は会いに来てね。待ってるよー、バイバーイ、ちょっとスクショタイムをねやってます、実はいいピース
ピースピースラブ。おつぴょん皆さん。